詐欺に引っかかる人がいつもいるんだ。明日開かれるのよ。緊張するな。クラクサナリデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。うん、ありがとうパイモン。過信探査に来てくれたみんなには楽しい時間を過ごしてもらいたいわ。そうそう、オルモス港には行った？何か発見はあった？もちろん行ったぞ。しかもいろんな出来事があって。そうだったの。また羨ましい冒険をしたのね。もし、また機会があれば、私も。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？デシア、お前盗み聞きしてたのか。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも、職務の一部なんだぞ。デシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。明日は祭りなんだからディシアも少しリラックスしてほしいわ。うん、ドニアザードお嬢様にそう言われましても。安心してったら私の守護騎士さ。わかりました。今夜だけですよ。明日。ふわー。あ、港から駆け足で町に戻ってきたから二人は疲れていたのね。ごめんなさい。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの。ついてきて。うわ、お前っていいやつだな。行く行く。一番近くにある私の仮住まいからも近いの。すごくいい感じだぞ。そんなことないわ。お礼はいいから。そのそれオイラ得意だぞ。あ、もしよかったら明日は一緒にお散歩しない？友達はみんな祭りで仕事があるし、ディシアは私のことを陰で護衛する。そうだな。特にディシアなんかずっと疑心暗鬼。じゃあ明日の朝近くの市場で待ち合わせしましょう。おう、おやすみダニア。興奮して眠れなくなっちゃいそう。オイラもワクワクしてきたぞ。過信探査には美味しい料理があるのか。ダメだ、想像するとお腹が減って眠れなくなっちゃうぜ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。
び人、パイモン、待っていたわ。おはよう、ドニアザード。オイラたち、ちょっと寝坊しちゃったみたいだな。そんなことないわ、私が早く来ちゃっただけだから。ついにこの日がやってきたのね。一分一秒を金のように大切にしないと。ドニアザードはこの日のために頑張ってきたもんな。思いっきり楽しもうぜ。そうね。でも昨夜はあまり眠れなかったから、最後まで体が持ってくれるといいけど。じゃあ行きましょうか。まずはあそこの屋台から見てみましょう。過信探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて、出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人は、キノコ、花、それからいろんなくで、さっき言ってたハフトスインって何なんだ。過信探査の伝統行事よ。昔の人たちは一般的によく見られるのがルッカデバータダケ、サウマラタハス、ローズ、夕暮れの実、カルパラタハス、ハンラの実。過信探査って精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その7つの料理はあくまでスメールの神が持つ7つの美徳を象徴しているの。じゃあ精進料理、炎の国のお祭りだったら焼き鳥、焼肉団子、ステーキとかばっかになるんじゃない。旅人、オイラたち予定よりも早くナタに行こうぜ。願いが叶うといいわね。よし、じゃあ他の屋台も回ってみようぜ。君たち、錬金占いを試してみないかい。錬金占い？なんだか変な組み合わせだな。だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思ったよ。それで具体的に何をすればいいんだ？やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から錬金術の材料になるものを。ずいぶん適当だな。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは錬金が失敗した後の粉塵を読み解くものなんだよ。クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合っていて。ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽくか。そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。よし、少し待ってね。月が見えてきた。オイラにも見せてくれ。そう？そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつ、こっそり本で調べてるぞ。ああ、そうだった。これは虚言と嘘を意味しているんだ。虚言と嘘。まあでも、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば。本で調べたってことはもう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで結末。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。そういえば、もうはるか昔のことなんだけど、過信探査はとてもにぎやかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒を掛け合いながらホルモス港へと向かったの。
ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。ファーリス、ファーリス。やあ兵士諸君、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった変な、ドニアザード姉さん。子供たちにとってドニアザードさんの家臣探査の準備をした数日間で。あら、し、うん、当然だとも。花の騎士ファーリスの名において、さあ小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？はい、ファーリス騎士。なんだこの小芝居。花の騎士ファーリスも家臣探査を象徴するものなの。ドニアザードお嬢様のおかげで子供たちはこのような楽しい思い出を作ることができるのです。ええ、あなたもご苦労様でした、イハル。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして。選ぶって。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、それからトカゲの尻尾味やお肉。おい、何なんだよその2つは。鬼カブトムシ味のヤルダーキャンディーはトカゲの尻尾味よりも若干。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。大丈夫だ、私も旅。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ああ、残念、ハンラの宮地でした。あれだけ大きな戦いを生き抜いてきたからきっ。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは実は4番の箱でした。ただば、お祭りはみんなで楽しむことが重要ですので、このキャンディーの箱は2つとも差し上げましょう。本当にいいのか。ありがとな、キャンディー。花の騎士です。キャンディーの騎士ではありません。パイモンはこのフロート車を持たない花の騎士にとどめ。キャンディーも食べたし、そろそろ次の場所に行くか。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、ちょうどあなたもいるし、一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣探査。さっすね。いや、ま、おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは運がいい。エルマイト旅団の連中だ。あなた誰？確かに風前家から金はもらってねえが。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただき。お前はディシアか。狩猟の獅子ディシア。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士の。もう長いこと姿を見てなかったし。旅人、ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、ティシア。これが私の仕事です。問題ありません。それを大
丈夫か？体調が悪い。大丈夫。ちょっと激しく動きすぎただけよ。本当に大丈夫かよ。しばらく休めば大丈夫よ。それよりもディシアのこと。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。ディシア。周りに共犯者は？もしくは誰かにつけられなかった？ディシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。それに新しい体験って？おう、そのまあちょっと金欠で売っちゃったんです。もしかして、さ、いや、あ、そのドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。それはあんまりですよ。本当にありがとう、ティシア。お、いえ、さ、ドニアザード、また気分が悪くなったのか？お嬢様、まさか具合が？みんな迷惑かけてごめんね。私の病気を心配してくれるの？だったら、もう実は私、生まれつきマリン病なの。マリン病？そんな。ほら、マリン病のことを知っているの？じゃあ、それがどれほど深刻なものなのかも。現在、スメールの技術でこの病気を感知させることはできない。そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきたんだから。ただマリン病にかかっている事実より、家族は私のことをとても愛してくれている。あのね、今回のように逃げ出すまで屋敷の外の世界には私の存在を知る人なんていなかった。幼い頃から私はただ毎日ベッドの上に座って、今回逃げ出したことで、きっと家族には心配をかけるし、失望もされると思う。でも、私には、人との出会いが必要だった。それに、家臣探査の準備に携わった思い出はもちろん、参加してくれた人たちの笑顔、そのことを思うと、たとえその日が来ても、そう悲しむ必要がないように思えてきた。少なくとも、私の存在を覚えてくれている人は。お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ。あ、じゃなくて。二人ともありがとう。実は、こういう風に勇気を持てたのも、クラクサナリデビ様のおかげなの。ええ。生きていれば、必ず悩みは生まれる。あ、そうだ。もうそろそろ時間じゃないかしら。ん？どうしたんだ？もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。私、家臣探査の中でもそれを一番楽しみにしていたの。神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現するのよ。そうすれば私の願いも。じゃあここで時間を潰してないで。はい。え、今から行けばまだ間に合うと思うわ。急がなくてもいいのよ。
許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教令院の大賢者みたい。とても家臣の舞は家臣探祭の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探祭では禁じられているわ。これ以上続けるのなら家臣探祭の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。家臣探祭はもともと教令院が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性、全ての真実と真理を求める学者たちのために、神はスメールシティという楽園を作った。しかし。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、神、お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは、一刻も早く帰ったら、次のジュニアーナガルバの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。はい、すぐ手配いたします。家臣探祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か？あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って教令院に見つからないように続けようかな。それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探祭はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探祭を続けるのはさすがに危険すぎるわ。うん、じゃあ次もこっそり。次？ええ、約束ね。次は必ず。まさかこんなことになるなんて。うん、大丈夫。でもニーローの家臣の舞を見られなかった。はあ、今日はいろんなことが。ニーローは来年の家臣探祭は成功させるってドニアザードと約束してたけど、あ、そうだな。すべての接続を確認。計画は最終段階へ。ふふふ。お前のせいで寝坊したんだから、早くドニアザードと。私なら大丈夫。まずは。おおって、おい、何ぼーっとしてんだよ。お、あ
ここは…よく知ってるね。か…肉はないの…で、その…家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ…なん…日本人からして…月のようだね。そうか、なんだか食べ物みたいに見える。月が象徴するのは、なんだったか。ちょっと待っててくれ。こいつこっそり…あ、そうそう、ただ自分の直感を信じ、心の中の恐怖を…こそう、参考になったわ。いやいや、実は僕もまだ便…なかなか面白かったな。次はどこに行くか。兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもら…はい、ファーリス騎士。なんだなんだ。花の騎士ファーリス…ドニアザードさんの支援がなかったら、子供たちが花の騎士の輪で…そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです。箱の…選んで…そこがこれの面白いところなんですよ。お、確かに面白そうだ。それから…と…おい、なんだよその…はい、キャンディーの箱は5つで、左…おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは…ひひ、やっぱりお前って運がいいよな。え、そんなことあるわけないだろ。ラ・トビビト、もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか。それか…ええ、私のことなら気にしないで。おい、どこ…騎士官って言ってた。その言葉、オイラも知ってるぜ。目の前で…そういえばオイラも今日ちょっとだけ…それより、どうして急にここに来たんだ。なるほど、つまり…よお、お二人さん、飯を食いに来たのか。何にする。あいよ、お客さん、見た感じ外国…デーツなんて、あの黒くてまずそうなやつだよな。な、オイラ、お前の狙いが分かった気がするぞ。これ本当に食べるつもりなのか。いくらなんでもこれはちょっと。味はどうだ。その顔、やっぱりまずいのか。ということは、まさか。普通だったらありえないことだよな。おい、どうやら今回は味覚から来る騎士官ってことか。おいらもなんだかこの酒場には何度も来てる気が。どうする、一度外に出るか。
ちのところにいるのってドニアザードだよな。奇遇だな、ドニアザード。こんなところ、その、さっき悪い人たちに絡まれてしまって。悪い人？おいおい、私は大丈夫だけど、リシアが腕に少し…ならよかった。そんなことないわ、私はずっと…それに、たとえ今日がどんなに特別でも、結局はただの一日に過ぎない。あと数日もすれば私の時間は終わりを迎えるんだから。何言ってんだよ、ドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今とても落ち込んでるって。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？その、ドニアザードは騎士官を覚えたことってないか？騎士官？いえ、ないわ。ここ数年ずっと。そっか、もしかしてオイラと旅人だけなのか？そろそろ時間ね。ん？何の時間だ？ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると。帰ったら次のジュニアナガルマの日まで。はい、すぐ手配いたします。家臣探査で。気にしないで。でもせっかく楽しみにしてくれてたから。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。そうだけど。じゃあ次の家臣探査は絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもうその機会はないかも。え、今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。あの賢者たち、風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつ。結局騎士官についてはまだ心当たりないのか？もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため、引き続き数値を観測せよ。ふぅ、あーい、なんだか疲れが取れな。まあいいか。心配しないで、私なら。おお、いいな。早速行こうぜ、旅人。
子供たちも家臣探査を楽しめなかったわけですから。そうだ、ヤルダーキャンディーはどうでしょう。これ全部同じじゃないのか。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のそれから、おい、そない、はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか。おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。おめでとうございます。4。ヒヒ、オイラの言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っている。え、まさか今の全部当たってるの。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱は特進術、投資能力。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。探してるのか。旅人、気づいているのでしょう。家臣探査に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ。あなたも一緒にね、パイモン。お前オイラを知ってるのか。おお、ちょっと不安だけど、それ。これって。オイラたちにとって、今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信短日を経験してるってことか。オイラたち、同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。
じゃあ他のやつらはどうなったんだ？なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができ。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなただから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン。ドニアザードの容体かなり悪いみたいだな。もしもこの過信短日の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。バッナヒーダっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論は。それほど考え事をしていたわけでもないのに頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。目の前で起こっていることがまるで以前にも経験したことのあるような感覚、それが最近どんどん強くなってきている。月、虚言、嘘、これは何を意味しているんだろう。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。どうやら明確な関連。同じ一日を繰り返すように時間が流れている。これが今の状況だ。時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出して。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象をあ、ドニアザード。たとえ毎日が過信短祭だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど。
状況から整理しよう。とても抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱ。あいつは。そうか。それで戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はどれも新鮮だぞ。俺が保証しよう。ん？妙なことを聞くな。もうちょっと思い出してほしいんだ。なんだ、デタラメな哲学かなんかか？知ってるだろう。俺たちスメール人は夢を見ないって。ながち間違ってないかもな。そうだったな。でも確かにただの夢ならとっくに覚めてるはずだ。あ、君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おお、やっぱり。だから神。おいおい、なんでそんなに舞い上がってんだよ。僕に見抜いてほしい。まだ未熟だってことだろ。それで一体何があったんだい。待ってくれ。てっきり財布を落としたとか詐欺にあったとかそういうことって今のって本気で言ってるの。やっぱり信じてくれないよな。すごいすごいぞ。もちろん信じるとも。君たちを占って。確かに関係がないわけでもな。神が与える啓示はぼんやりとした日、自分の直感を信じ心の中の恐怖を克服すれば太陽は必ずや昇る。そっか、やっぱり収穫はほとんどなかったけど他に話を聞けそうな人はいる。確かリンネの中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにから。確かにディシア、確かこの時間はディシ。問題ありません。タイミングバッチシだな。パイモン、それに旅人、ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ、実はさっき危険な連中が。見ていたのか。ならすぐに。近くに共犯者がいないか探しに行くから。確かにそうだが。もう一つ決定的な言葉がある。ディシアはお金を集めるために自分の体験を売った。言ってやれ。このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはずだ。オイラの話を聞いてくれ。実はそれを私に信じろと。それはあまりにも。いや、先に言っておこう。すごく物静かで全てのことに興味を失っ。確かに前とは少し違う。お嬢様のご両親から聞いたことがある。ん？昔？あなたたちの言っていることよくわからないわ。お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。私の体験のことも知っていたんだ。もしか。
ち友達を連れてきたんだけど。言ったはずよ、人を連れてきても意味はないって。いや、ただ本当のドニアザードの状況をこいつに見せてやりたいだけなんだ。本当のドニアザード？え？言ったでしょ、あなたたちは特別なの。他の人には私とドニ…待ってくれ、まさかそこに…こうも強大な感知力があるなんて。まさか目に見えない触覚でも生えているのかしら。ドニアザードお嬢様がそこに倒れているのか。どんな状態だ。今は容体が悪化しててほぼ意識を失ってるんだ。でもどうしてそこにいるって分かったんだ。感じるんだ、彼女の気配を。それと心残りや悔しさのような気持ち。今ならオイラたちのことを信じてくれるか。つまりお前は賢者たちの仕業だって言いたいのか。ああ、賢者はずっと私たちと対立してきた。そう言われると確かに。こんな大規模で奇妙、もしかしてアーカーシャ装置に何か秘密があるのかも。オイラたちの記憶を呼び覚ました時、缶詰知識みたいなの。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。神の心！スメールの神の心はアーカーシャを稼働させるのに使ってたのか。そのあんたたちに見えているナヒーダとやらは。ナヒーダが言うにはアーカーシャは神の心によって稼働していて、全ての民の英知を束ね人々に知識を授けている。待ってくれ、知識を授けるのは理解できる。人々はずっとアーカー社から知識を得ているからな。賢者たちも知識をアーカー社に記録してるんじゃないか。おお、確かにそうだったな。お前は、アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。いや違う、それほど考え事をしていたわけでもないのに、スメール人は夢を見、いや違う、目の前で起こっている、いや違う、それはつまり脳が疲弊するのはアーカー社によるものだと言いたいのか。そういえば砂漠の民たちが知識を求める時も、賢者たちは知識は決して無償では。まさか民の英知を束ねるとは、アーカー社が逆に我々の脳を利用することを指して。さあな、知識を授けられる以上おのずと脳にも細工ができるはずだ。でもなんでそんなことするんだ。スメール全ての民の英知を束ねることは、スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じで、例えば最も優れた頭脳を持つ人物が解決できない問題でも。素晴らしい推理ね。特にスメールシティを巨大な脳と比喩したところは。だったら早くアーカーシャ端末を外そうぜ。これで問題が解決するかもしれないだろ。ああ、もともと私も体裁上つけていたんだが、まさか。どんな感じだ？ん？何に気づいたんだ？あ、それだったらオイラも覚えがあるぞ。なんかアーカー社から伝わってくるような。ピという音、まさかアーカー社を操作する時の音か。なんかすごく重要な手がかりな気がするぞ。
パーカー車を操作してないのにその音が聞こえてくるなんて。聞こえたか旅人。私も聞こえた。これは幻聴じゃない。たった今確かにもうアーカー車端末は外しているはず。これは段階の時間が予想を超えとる。このままじゃ犠牲者が出てしまうぞ。だが我々はもう。よかった。今回は適応が早かったわね。オイラたち、アーカー車を外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。あれは一体どういうことなんだ？でもこれで、オイラたちが同じ日から抜け出せないのが、アーカー車と関係してるってことが、もしもアーカー車がみんなの英知を盗もうとしてるのなら、実験台にいるマウスが、そのような扱いを受けている理由を知るのは。オイラたちをマウスに例えるのかよ。だったらお前は何なんだ、ナヒ。私は好きかな。好き？それってオイラたちがやった占いの。私が誰であるかを知っても真実を知る手助けにはならないわ。わかったよ。昨日はディシエがたくさん助けてくれたし、今日もまずはディシエに会いに行こうぜ。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。お嬢様に。あれ、ディシ、どうした？二人とも、なぜ私をじっと見つめている。なんで怪我をしてないんだ。は？どういう意味だ。あんな軟弱な人さらい相手にどうして私が怪我をしなきゃならない。なんであんたが体験のことを知って。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ。強いて言うならまるでこいつを使って。つまり頭の中にはこいつを使って戦う。ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた旅人どう思う。そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信断絶の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかった。何を言っているのかわからないが、まだ危険が。危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休める場所まで連れて行かせて。どうして私の言おうとしたことを。独身術か。まあ早く取り掛かろうぜ。そのような進展があったの。悪くないわね。おい、なんだよそのどっちつかずの返事は。明日はやってくる。このことは誰にとっても当たり前のことよ。でも本当に明日が来るかどうか知ることができるのは明日のあなただけ。今日が何回繰り返されたのか、今日の次が昨日である可能性はないか。明日という言葉がそもそも初めから捏造された概念なのではないか。もしかしたらこの世界は全てがまやかしで、この大陸の歴史もただの長い過信探査に過ぎないのかもしれないわね。
もうこの話はやめにしよう。だから明日になったらおのずとわかるわ。しっかりと心身を休めてちょうだい。パーッとトイレにでも行けばいいわ。あ、なんだって？あら、人はトイレに行った後すがすがしい気持ちになるって言うでしょ。だからそれを勧めたのだけど、変だったかしら。あまりにもおかしくて常識外れだから、何を言えばいいのかわからないぞ。そうだな、毎日が過信探祭で楽しい日々ではあるけど、ずっと収穫を続行する。結果と比べればこれらは些細な代価に過ぎない。結局また同じ日かよ。ナヒーダ、お前本当は昨日の夜過信探日の輪廻がまだ続くって知ってた。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことになる。だったらいっそその貴重な機会を利用して、束の間の希望の中心身を休めた方がいいでしょ。確かに、ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りはあなたたちが私の全てなんだから。えっ、急にそんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね、あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私だけど、逆に私のことが見えて私を感じることができるのもあなたたちだけなの。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら私は存在しないのと同じ。だからあなたたちが私のすべてということよ。わかった？なんかナヒーダがまたわけのわからないことを言い始めたぞ。雑談はここまでにしましょう。旅人、昨日の新たな手がかりから現状に対して何か違う見解は得られたかしら？え？急に以前の考えを否定するなんてどういうことだよ。あ、確かにそうだな。前はそんなところまで見てなかったぜ。単なる時間の循環なら。なら新たな結論は何かし。傭兵は体に刻まれた記憶に頼ることが多い。だからディシアン。一日が終わるとき、その日の記憶も全て消去されるのなら、同じ日を過ごしていることに気がつかない。その日の記憶を消去してたんじゃないか。だから目が覚めるとみんな過信探祭を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるのに、みんな昨日だって思い込んでる。けど体に刻まれた記憶は消せない。だからリシアは新しい体験を扱えた。これで全部辻褄が合うぞ。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴をホタルに見立てて照明に使っているようなものね。全然簡単じゃないぞ。なんなら
あのディシアさんともう一度話をしてみ。そうだな。もともと手がかりはあいつから得られた。ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のディシアも。怪我？何の怪我だ？お前のその新しい体験。ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。旅人。いや、そうだな、そうしよう。あ、私がいない間に何があったんだ。そこは気にしない。そうか。まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。つまり、私の体に刻まれている記憶はもうこの剣の扱いに慣れていて。そう、毎日それを忘れちゃうんだ。なら反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。うん、なんでだよ。仮に過信探査が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら理屈で言えば財布も空っぽになるはずだ。いや、ありえない。私には証拠がある。証拠？どこにあるんだ？あんたたちは本当にこう、私についてこい。それからドニアザー道場。まさか今回はディシアがオイラたちに証拠を見せる番になるなんてな。前はオイラたちがディシアに見せたのに。これだ。なんだこれ。お前が剣の練習に使ってる木製のダミーか。これについている傷はわかるか。ここ数日の私の成果だ。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。そうだぞ。だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に私が過去につけた剣の傷を複製しなければならない。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように。そうか？何か精密な機械で少しずつ彫刻してる可能性だってあるだろ。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。それは私も同じで、彫刻で作られた跡と武芸の修練によるものは一目で見分ける自信がある。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザー道場様をニーローのところまで送ってく。また首でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。おかしい？オイラからしたら、ん？シティから出ない？本当だ。でも本当に不思議だ。今までとりあえず戻ってナヒーダに聞いてみよう。
今日は早かったのね。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないこともここが現実じゃないってことも分かったんだ。外、私の記憶では、オイラたち、そんなことを言ってたのか。確かあなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。でも他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから。確かに、いろいろ調べてるとたまに時間を忘れてそのまま2日目に入ることもあったな。そう、それはちょっとおかしいわね。理論上あなたたち、おう、絶対何かおかしいぜ。あ、記憶が戻った。その旅人、あなたがさっき取り戻した記憶以外に聞けばわかるわ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探術はその中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。そろそろ昨日の計画を実行しようぜ。おう、出発だ。もう無意に過ごせるほど過信探査を繰り返す猶予はな。急がなくてもいいのよ。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス校から品物が届いてる。それはお前の都合だろう。そのような要望がある際には次から事前に届け出をしておくんだな。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに、はあ、どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けない。一人去ってまた一人か。我々に下された命令は本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる。知らないみたいだな。目的が聞き出せないならもっと直接的な方法で行こうぜ。ここでいいと思うぞ。衛兵も、おい、なんでだよ。オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて、うい、あまり役に立たないのは分かってるけど、分かった。早く戻ってくるんだぞ。外に行って、おう、キュッ。あ、記憶が。旅人、うん、おいら、もうお前に会えないかと思ったぞ。おいら、壁んとこでずっと待ってたんだぞ。なんで帰ってこなかったんだよ。ひとまタイモン、落ち着いて。彼はここにいるじゃない。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから。わかったよ。とりあえず許してやる。さて、タイモン、あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を利用する。それから
旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に、いや、オイラはずっと。それで旅人の視点は、記憶がすべてなくなっているのは確か。これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行くと、オイラたちの記憶が完全に消されるのか。どうやら外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなると、オイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えばメッセージとかか。でもどうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は見られることに慣れていないの。うん、わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。少し時間をちょうだい。その間、あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて。ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。とにかくこれでメッセージを保存できるってことか。ええ、メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でもシティの外の環境では使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも長行こうぜ。賢者たちの尻尾をつかんで。おう、わかった。もうまた明日な。これが今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし、早く。引き返せない。あそこにはあまたの空間があり、俺たちがいるのはただまた一つの空間に入った。流れる砂岩、合狂する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも内部に人がいないか、無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。お、情報量がすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見てもいたって普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。俺の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、分かった。あれらの空間は
そらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカー社の音が聞こえた気がするぞ。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカー社端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？記憶にある限り、一日の終わりにはいつもアーカー社の音が鳴っていた。まさか、あの空間こそが現実？シティの外に行ってから、異様な…毎日オイラたちがピーって音を聞いた後、その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。なんか混乱してきたぞ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。え、どこ行くんだよ。始まる。もう行かなきゃ。そのドニアザード、一人で行ってくれない？そう、分かったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか？おお、やったな。早く教えてくれ。戻ってきたわね。過信探査の卒業テストを始めてもいいのね。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。いや違う、もう少し。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿、すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。月、虚言、嘘、スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら、俺たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカー社に奪われただけだった。スメール人は、ただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、
本当はアーカー社が知らないうちにその夢を盗んでたんじゃないか。あれら無人の空間は全部主をなくした夢だったんだと思う。つまりスメール人も本当は夢を見ることができる。正解よ。それであなたはどうしてアーカー社にそれができると見抜いたの？アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。いや違う、もう少しか。いや違う。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も創新によるものなんだろ。でも人々の夢を奪うことがアーカー社の全ての民の英知を束ねる方法なのか。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに人間の脳が最も活性化するのは、言い換えれば夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を、狂霊院の賢者たちはそうやってアーカー社を通して。あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今を。ピーという音はアーカー社を操作する時の音。たとえアーカー社端末を外していても毎晩聞こえてくる。目の前で空間が止めどなく消えていき、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。あれらの無境は止めどなく消え続け、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいい。それほど考え事をしていたわ。もう何度も過信短日を過ごしてる。どうやら明確な関連性はない。アーカー社は人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカー社によって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、ある人々はまた別の過信短日の夢の中で目覚めるわ。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で。その通り。比喩を善用することはいい習慣よ。ってことはオイラたちが聞いたピーっていうアーカー社の音って現実のアーカー社端末から発せられた音だったのか。さて最後の質問よ。私は誰でしょう。錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。今にして思えば虚言は俺たちの夢の現状を暗示するものだった。今にして思えばあれは賢者がスメール人を欺いていることを指していた。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からず
ずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うの？ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく、他現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。とにかく、まず私たちのいるこの無境は人々がすでに経験した過信。次に、なぜ人々は以前の輪廻に関する記憶が、それは人間にとってほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや、だから毎回過信探査の夢の中で目覚めても。そういえば旅人がアビディアの森にいた時も夢を見たよな。ええ、草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は過信探査の輪廻の中で知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。人間は本当に夢を無限に作れるのか？この輪廻は、あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。特に元から体の弱かったものは、命が危険にさらされてるのに人々はそれに全く気づけない。そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然？ナヒーダも理由を知らなかったのか？凶霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。あれらの空間は無境のことを思い出させる。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神、大賢者はせいぜい神の生誕を祝う。まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。凶霊院の人たちがどんな目的でやったにせよ、過信探査の輪廻を終わらせたら、全てがはっきりするまで調査するつもり。凶霊院の賢者は自分たちの国の神に隠れて。何せ私はただの月だから、本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら。おはよう、ナヒーダ。オイラ全部思い出したぞ。あれ、どうしたんだナヒーダ。状況はおそらくあなたの脳裏。ドニアザードが消えた。消失したのは本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。
うことに。じゃあもう一人のトニアザードは？彼女は少し人形に似ているけれど、本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と。でもあいつと本当のドニアザードは。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に削った。だ、思い返してみると、かつてのドニアザードは、あの人形。確かドニアザードは意識の中でお前に会ったって信じてた。ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は彼女を救えなかった。もし全部あの賢者たちのせいだろ。ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思う。これは自分を責めているのではなく。そんなこと言うなってナヒーダ。悲しい時は神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早く輪廻を終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ？この過信探査の夢はアーカー社によってコントロールされているわ。けど夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも無から夢を作ることはできない。つまりここには夢の主となる存在がいる。ここはその人が作り出した夢ということよ。そうなのか。じゃあどうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにある全てはその脳の深い意識だったら、その人は想像を通してこの夢にある全てを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば酒場でウェイターが皿を持ってきた時。でも仮にあなたが夢の主で、同時に自我の夢も自然とあなたに答え、でも今の状況において夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時人は一般的に。でもどうやって探すんだよ。誰しもその可能性がある。それにもし探し出せたとしても、その人に自分が夢こらお前も言ってたよな。その確かにとても難しいわ。でも今それができるのはあなたたちしかいない。これまでにしてきた全てのこと、あなたたちが探している間。外？お前も旅人と同じように夢だらけの空間に行くのか？ええ、少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ。さあ早く行きなさい。夢は本来不思議でロマンチックで驚きに満ちているものよ。不必要な輪廻はこれで終わりにしないとね。はあ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに。あんないいやつで素朴な願いを持ってただけ。そうだな。はじでも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にする。確かにそうだな。でお前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、そういえば花の騎士ファーリス。まずはそいつを。